ちは、ゆるりらです。今日は新しく買ったこの黒い大きな鉢の話をしたいと思います。この鉢の中に入れているのはこのフィカスバーガンディです。フィカスバーガンディは何度か鉢を入れ替えてるんですけれども、今はこのアートストーンを使用しています。アマグロのものです。石のように見えるんですけれども、これはプラスチック製なのでとても軽くて扱いやすいです。このアートストーンの鉢のまま置いていても良かったんですけれども、海外インテリアで見かけるような大きな鉢、インパクトのある鉢が欲しくって、この黒い鉢を買いました。この黒い鉢は楽天で買いました。ファイバークレイ製で、幅が45センチ、高さが56センチあります。深さもかなりあるので、このフィカスバーガンディが入ってるアートストーンの鉢をそのまま入れるとフィカスバーガンディが隠れちゃうので、中をちょっと底上げしています。中がとても深いので、こういう使い古したプラ製の鉢で底上げをしています。こんな風に置いて底上げしています。さっきの底上げの鉢の上にフィカスバーガンディのアートストーンの鉢を乗せています。これでだいたい足から葉っぱの上まで、で130センチぐらいあります。裏返すと底はこのようになっています。この足は回して取り外すことができます。こんな感じです。このように足を取り外して鉢だけで使うこともできます。足付きの鉢のいいところは高さが出せるというところと、あと見た目がおしゃれ、かわいいですね。あと、床の掃除が楽です。この鉢はとても大きいんですけれども、ファイバークレイ製なので思ったより軽いです。で、商品説明には重量 8.5 キロって書いてたんですけれども、実際持ってみると8.5キロもないように感じます。私一人でも中に植物が入ってても楽々と移動できます。この鉢は軽くておしゃれで、そこそこお手頃ですごく気に入ってるんですけれども、一つだけここにこう製造工程で出る仕方ないものなのかもしれないんですけど、継ぎ目があります。さっきの継ぎ目なんですけれども、遠くから見るとあまり気になりません。以上が新しく買った足付きの鉢のお話でした。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。